モイセイ・カワムライ像は、聖教会の新品で、明治、大正期に、同教会の建築営然を担った。モイセイは生命。聖アシトニコライは、布教を成功させるためには、絵師と建築士を必要と考えていた。カワムラには建築の心得はなかったが、聖ニコライに見込まれ、建設が進む東京大聖堂の現場で、新都大区のアシリー・オカモトやホマオバヤシから、 木造技術を学んだ。1901年、松室重光の設計で建設が行われていた京都、ハリストス教改正教会聖堂に、聖ニコライから建築管理にたびたび派遣された。日露戦争後、ロシア特殊化からの寄付もあり、各地に聖堂建築が続々と建設計画が持ち上がり、ホマオバヤシとワシリー・オカモトと協力し、それらの設計と思考管理を行った。 設計は、聖ニコラ来から渡された、修務局承認参考図譜に忠実に従ったもので、大阪ハリストス聖教会、函館ハリストス聖教会、豊橋ハリストス聖教会、白川ハリストス聖教会、釧路ハリストス聖教会、札幌ハリストス聖教,教会などの教会設計、建築監督に携わっている。このうちイススムも建築設計を本業とし、 聖教会聖堂の設計も手掛けるが、修務局承認参考図符にとらわれない比率を用いている。カンナリハリストス聖教会、オダーラハリストス聖教会の旧聖堂、及びニコライ堂のイコノスタスの設計に関わっていた。なお、カンナリハリストス聖教会の旧聖堂は、設計を内井進が担当し、建築監督を河村伊蔵が担当している。 孫のガウリールナイ、イショウゾウも建築家であり、世田谷美術館、浦添市美術館、皇居、吹上御苑の新御所などを手掛けた。大津事件の際、ロシア皇太子を見舞うニコライ主教に同行していた。出展、内衣装像、ロシアビザンチン黄金の館を訪ねて、マルゼン ISBN978 から4から6210354281出展、八北に両子編。 別冊対応日本の教会を訪ねて、日本の心マイナス119平凡者。頃とある年代は、参考文献に、1915年頃とあるものを、そのまま反映したもの。牛丸康夫、日本聖教師日本ハリストス聖教会教団。ありがとうございます。